はい、で、後半なんですけどもまあ、今回はね「売る」っていうことをタイトルにお届けしようかと思いますけどもまあ、売るのがね苦手な人っていうのは売る行動トライをあまりしてないっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。苦手だからやらないできないからやらないわからないからやらないまあ、これだとずーっと無知なままです。あの、わからないからやってみるわからないから調べてみるわからないから理解するように努めてみるっていうふうな 意識と行動の積み重ねが分からないを分かるにしできないをできるにするんではなかろうかと思うんですよね。まあ例えばね、えーと、ペットボトルに水が入っててね、ペットボトルに水が、これペットボトルとするでしょ、ないんで。ペットボトルに水が入ってて、しかもこれを口をつけて飲んだわけですよ、ね、2、3口。で、そのペットボトルを1万円で売れるかどうかっていう問答もあるんですけども、この例題にはね、私何通りか答えを持ってるんですよ、すでに。 例えばペットボトルのお水を2、3口飲んでるっていうのがポイントなんですよ。じゃあこれがね、ちょっとアイドルの名前はよく知りませんけども、AKB のメンバーの誰かが、そのペットボトルの蓋を開けて2、3口飲みました。じゃあこのペットボトルの水、1万円で売れませんかって言ったら、これは売れるじゃないですか。もしくは、これは AKB のなんとかっていうメンバーさんが、あなんかライブの合間に飲んだ、 飲みかけののペットボトボルの水ですよっていう風にやるもこれはもともとの飲みかけの2足3問のペットボトルの水を別の価値に変えるそういった要素はあると思うんですよ。でこういう風な架空話とかはなかなかできないんですけどもじゃあ現実ね私と目の前に誰か1人の人がいてお互いにセールスの競争する時に同じ問題が例えば出るとします。 新品ののペットボトボルの水が1本ポーンとあるわけでですよでお互いにこれをじゃあ1万円で売ってみるこのシミュレーションしましょうかっていう時にじゃあどんなアイディアが出るかですよねで私はこの問答を以前ねいただいた時にずっと何も言わなかったんですよねで、えー、もう一人の方はあ,あネ値がないんだなと思っていろいろと喋ってくれたんですよこんな方法で売りますあんな方法で売ります例えば 久保さんの目の目前にある書類これがすごく大事な書類だと思うんでそこに僕が火をつけますとそうしたら火を消すためにこのペットボトルの水買いたくなるでしょだから1万円でこの水を買ってくださいみたいなことを言うわけですよねまあでもそれは前提条件を今あなたが作ったでしょとじゃあ何の前提条件もなくねただそこにペットボトルの水がいてあって2人の男がいてまあ女性でもいいんですけどもじゃあペットボトルの その辺で買ったら100円とか150円のね、ペットボトルの水を1万円とかで売れるかなってことなんですよ。私は10万でも売れるよっていうふうに申し上げました。いや、20万でも売れると思うよと。多分、お願いだから10万出すから売ってくださいってあなたは言い出すよ、ね。ここまでふっかけて、え、久保さん、どういう方法でそんなことできるんですか絶対僕は買わないですよって言うんでね。簡単ですよと。このまんまずーっと待っときましょう。 日日日日ででででも3日でももも待っときましょう。そしたら喉が渇いてしょうがなくなるでしょペットボトルの水をいくらで買うかっていうふうにあなたは言い出しますよあそういうふうにお答えしたらあのまあその方がねあのちょっと考えたことがなかったって言ってましたね何もしないっていうことが売ることになるっていうのはね意外でしたとあの手この手でどうしたら相手は売れるだろうかって考えるのが営業だと思ったらただ待つことで売れるものもあるんだねってことなんですよ 例えば、車買いますよね。2年間放っといたら車検の時期が来るんですよ。勝手に車検が売れますよね。1年間放っといたら保険の更新の時期が来るんですよ。勝手に売れますよね。まあ、こういう風うに放っといたら売れるっていう方法もまあ、ストックしておいてもいいのかなと思うんですよ。さっきの話だと、ペットボトルの水を100円、150円で売られてるものをね、どうやったら1万円で売れるのかじゃなくって、 頼むから10万円出すから売ってくださいって言わせるためにはただ待つだけであなたは喉が渇くから欲しくなるよっていうことだったりするんですよね。まあ実際にそんなね喉が渇くまで換金して待つっていうことはないですけどもアイディアとしてこういうのがポン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 出なければあのセールスはできないしじゃあ自分にはそんなアイディア出てこないからセールスできませんじゃなくってアイディアが出ないんだったらアイディアが出るような頭を今日から作りに行けってことなんですよね。ももとと私だってててね、生まれて言葉を覚えて よちよち歩きしてすべての発想があったわけじゃなくさて様々な失敗や学習や人の振りを見てなるほどなと思うところもあったりこっちとこっちのアイデアを組み合わせて新しいアイデアを作ったりってことだったんでハワイで石を売るのも代々木公園で石を売るのもそれからそういう話で稼ぐのもすべてが新しく作っていく、まあ、あの創作物なんですよね、えー、クリエーションってやつですか、まあ、ですんで、まあ、吉田さんもそうですけども私もそうだし多分ねこれが あの新しいい時代のクリエイターってやつじゃないですもともと何もないところ空気みたいなところから知恵を使って一つのデジタルコンテンツを作ってそれがリアルなお金になるっていうふうにねだから妄想がだん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 リアルになっていくのが多分新しいい時代ののクリエイターととうものかなと思うんですよそこにはもうね音楽も作ってないしなんか絵画もやってないし、うん、彫刻もやってないと。なのに自分の脳みそがいつの間にかお金に変わるというね。 で、でででここれはしかかもも誰でもできるととじゃないかない思うんですよ。みんな脳みそがあって考えることがあって体験して悩んで苦しんで成功して物事を覚えてできないことをできるようになっていくって人生を同じように過ごしている以上なんとかなるんじゃないかなっていうふうに思うのが今回の「売る」ということのね、まあ、テーマかなと思ってますね。じゃあ、いってらっしゃい